南側より望む庄内砂丘とは、山形県北西部の日本海岸にある砂丘である。山形県北西部の日本海岸にある砂丘で、鶴岡市湯の浜から、酒田市を経て、悪見国湯座町、吹浦まで、赤川、最上川、日向川、吹浦川により、大きく5つに分断されるものの総延長約 35km に、及び、庄内平野の西側を閉ざしている。 幅は 1.6km から 3.2km で北へ行くにつれて狭くなっていく。面積は5 5 4 4平方キロメートルの日本有数の砂丘で海岸線に対して平行な砂丘脈からなり、最上河合南では西部砂丘、中部砂丘、東部砂丘に分かれており、東部砂丘が最も大きい。最高点は1 0 0余りで砂丘としては 日本有数の高さである。約8000年前に川から運ばれた砂の体積と海面の移動によって作られ、黒色砂層を挟み、下部の小砂丘と上部の新砂丘が重合した構造を持つ。植林が行われ、省内海岸林を形成している。日本三大砂丘の一つや、日本一長い砂丘と呼ばれることがある。庄内海浜県立自然公園の一部であり、 日本の白車聖書100選に選ばれている。気候等が安定していた古い時代には自然植生があったが、徐々に人的活動によって破壊が進んでいき、また、省内地方では、特に冬季は北西の季節風が卓越し、飛車が激しく不毛の地であった。千年以上前から飛車防止のための施策が行われていたと言われている。中世頃までこの砂丘は、 紅葉樹が生い茂る森林で覆われていたが、戦国時代から江戸時代初期にかけての陛下や、生炎の巻き材などとして、無計画な乱抜が繰り返され、切り尽くされてしまったと言われている。当時、省内藩が沿岸集落に使用現物税として課したため、省内の沿岸各集落では、生炎が盛んに行われていた。当時の生炎法は、海水を煮詰めるために、 大量の焚き木を必要とし、流木の他に、砂丘にあった自然植生の樹木が伐採され使用された。やがて樹木は枯渇し、上流から生炎用の焚き木が水運で運ばれるようになり、この焚き木は塩木と呼ばれた。江戸時代中期頃その後輩は局に達し、植生を失った砂丘は砂を吹き上げ、被災によって田畑や溝関は埋まり、川口の埋没による連年の洪水で、 人々の生活は困窮し、家屋の移転を余儀なくされて、敗損となるものもあったと言い伝えられている。法営年間、教法年間の頃から、ことの事変を知った省内藩では、民政安定のため砂防植林を進めた。砂防植林を進めるにあたり、省内藩は一教につき一人から二人の、指導的人材に、植え付け役という役職を与え式を取らせた。 もがみ川より北側では、木杉彦左衛門、本間三岡、佐藤東蔵などの商人や、判明で入植した農民が区域を分割して、土地を預かり、資材を投じて、植林に尽力した。木杉彦左衛門は、ユザ号天神に田村に生まれ、漆などを植えすでに先打ちにおける植林を始めていた、越後、村上江1704年に赴き、黒松等の趣旨を持ち帰っている。 苗木の養成方法を研究しながらもがみ川、川口から吹き浦まで植林し、庄内先打ち植林の先駆者と言われている。本間三岡は、坂田西北部を佐藤東蔵は、藤崎地区を、曽根原六蔵は、関里地区を植林している。もがみ川より南側では、植え付け役の佐藤太郎エモンが植林のために移住者を募って、新村を起こし、植林と、 農地開拓を進めた佐藤太郎衛門は、最上川以南の砂丘地の植林を指導する一方、赤川下流の治水事業も行って、神殿も開き、農業の発展にも貢献した。この最上川を挟んだ南北の植林の進め方の違いは、林帯配置の違いとなって今でも確認できる。しかし、省内特有の強風と日本海からの塩分、それに、 強烈な乾燥という生き物には厳しい砂丘に根付く植物は少なく、当初はあらゆる樹木や草本が植えられたが、長い試行錯誤の末、まず砂地に強い草を植えて、砂丘の表面を落ち着かせ、次にネムの木やグミなどの砂地に強く自力を肥やす乾木を植え、その後に黒松を植林するという方法が取られた。またこのように手順を踏んでの植林であるため、最初は、 東部砂丘の安定から始まり、その後中部砂丘、西部と順次範囲を広げられ、最終的には昭和まで続くことになる。河北では、植林区域を個人に分割したため、植林成功後は、佐藤東造家や曽根原六造家のように、永代預かり地となったところ、あるいは、本間家植林地のように明確に私有地となったところも、ある。 本間家はこれにより日本有数の大地主となったが、尻死翼に走らず、公益的な精神に基づいて行われ、多くの雇用も創出して、地域の経済を支えた。このことに人々は感謝し、省内では今でも敬愛を込めて、本間様と呼ばれている。川南では佐藤太郎へ文化の指導により、集落のカッコで区域を均等に分割し、宅地と旗に接続した森林を、 地続き山として藩に申請し、それについてここが植林や管理の義務と燃料採取などの権利を得ていたため、佐藤太郎へ門自身を含めて大事主となった者はいなかった。明治に入ると地祖改正により、本負けのように明確に所有権を証明できた者以外、ほとんどの森林が管理となった。これを不服として各集落で、 民有林への引き戻し訴訟が起こされたが、多くの管理が民有林に戻されたのは、明治末期になってからである。このため、砂防植林事業は一時衰退し、大正時代になっても、条件の厳しい前線部では、手つかずのままの砂地が広がっていた。昭和7年からは、国庫補助による公共事業として、海岸砂防造林が進められたが、 戦時食が濃くなると、森林整備の予算は削減され、戦中戦後は、現状維持すら困難な状況となった。また、燃料の過剰採取や、小混油採取、食料増産や、引き上げ者の収容等のための開墾等で、サボーリンはさらに荒廃し、戦後は再び日差の猛威が復活してしまい、海浜の集落では、家屋や、高地の埋没が、相次ぎ、 岩病発生率も高くなった。荒廃してしまった海岸林の再生備と砂丘地における農地開拓はどちらも喫緊の課題であり、その両立が求められた。そのため、国、県、町村の関係機関により、昭和24年度に農地、海岸林、宅地の基本的な配置計画を定めた、悪味軍砂丘地総合開発計画が策定された。 植林が困難であった、前線部の耳有林が国に寄付され国有林へと組み入れられ、昭和26年から国営の大規模な植林事業が開始されたほか、活発に植林事業が展開された。しかし、昭和30年代はまだ日差がひどく、家の中で傘を差して、食事をしたり、日々砂掘りをする生活が続いており、その悲惨な状況が、安倍工房の小説、 砂の女のモデルとなった。そして、昭和50年代に至り、江戸時代から続いた植林事業は一応の完了となった。海岸林は燃料や木材などの生活物資を得る場として、暮らしに必要不可欠な存在であったが、化石燃料が普及したことにより、松葉かけや枯れ枝の採取などの作業を行う必要がなくなった。また、植林事業が進み、 さらに黒松の成長とともに、被災被害も減少していったことにより、人の手も心も松林から次第に離れていき、人の手が入らなくなった松林は落ちた松葉が堆積し、植生の繊維が加速度的に進むと同時に、林が噛みつかし、草の鶴が巻きつき、やぶとなり、荒廃が進んでいった。そして戦後の経済発展に伴う大規模な公安建設事業や、 人口の増加に伴う宅地造成の森土材としてのおかずなの需要の拡大による砂採取を目的とした砂丘開発が進められ大量の松林が伐採された。さらに昭和50年代中頃には西日本、東日本でも多いを振るっていた松食い虫の被害が省内海岸砂防林でも確認され急速に被害が拡大、蔓延し、 管理が行き届かなくなっていた省内海岸サボ林リンの後輩に拍車をかけることになった。今では行政機関や森林ボランティア団体による整備活動が主催する整備活動のほか、森林環境教育の一環として学校による整備活動や地域貢献の一環として企業による整備活動も行われている。 省内海岸砂防林で生産されている作目の主な特徴としては、砂防林周辺が砂丘地になっており、畑作が中心でメロンやスイカが特産品となっているほか、チューリップ、トルコギキョウなどのカキ類が多く栽培、生産されている。西浜キャンプ場や省内空港観賞緑地などのように野外キャンプやスポーツなどのレクレーションの場としても活用されている。鶴岡市では、 国際のルディックウォークが毎年開催されるなど、松原を活用した行事も数多く行われている。また、風が強いことを利用し、風力発電用風車が多数設置されている。ありがとうございます。